ここだったのか。ん？これって…し、静かに。ディナリ兄ちゃん、頭が痛いよ。僕、もうダメなのかな。それと、スナのおもちゃを壊しちゃったんだ。ディナリ兄ちゃん、人は死ぬと空を飛ぶ鳥になるって本当？どういうことだ？はいはい、もう変な憶測はよしなさいって。君は少し熱があるだけだ。薬を飲んでちゃんと休めば、いくらもしないうちにまた元気になるよ。本当？じゃあおもちゃのことは内緒にしてくれる？それはダメ。もう大きいんだから、熱が下がったら自分で謝りに行きなさい。うん。ねえ、いつも元気だったのに、どうして急に体調を崩したの？僕にもわからないんだ。そしたら、森は昔行った時とは全然違ってたんだ。やっと出てこ、もしかして。やっぱりそうだったのか。とにかく横になってて。旅人、パイモン。レンジャー長さん、息子の具合はどうですか？解熱剤を飲ませたから、しばらく休ませておくよ。薬を飲んだらすぐに治るって言ったけど、実はただの慰めなんだ。彼の症状は熱によく似ているけど、根本的な原因は全く違う。じゃあどうすればいいんです？確か、バハールハーブっていう鎮静作用のある植物があったと思う。乾燥した砂漠地帯に生息していて、希少価値が高い。高価な上に、ここの気候では栽培できないから、キャラバンに聞いてみるよ。君はまず、コレイのところへ行って、薬を調合する道具と、ついでに、僕の旅支度を用意してもらってくれ。はい、ありがとうございます。汚染区域か。君たちも、それ目当てで来たの？そうだ、ティナリ。それって、新たな地域なのか？似ても似つかないよ。規模も、内部の状況や、ま、唯一の共通点は、どちらも鬱陶しいってことかな。オイラたちもそう思うぞ。よし。じゃあまずはキャラバンに連絡して、善は急げだ。いや、バハールハーブを買いたいんだけど、置いてるかな？レンジャー長か。すまんが最近は営業してねえんだ。営業してない？変なの。話が長くなるんだが、俺たちは少し前に一部の積み荷を奪われちまったんだ。失ったのは教練員から手に入れた機械パーツでな。古いモデルのやつもあった。これいくつかのキャラバンで資金を出し合ってやっと仕入れることができた品だったのに、奪われちまった以上、今回相談した結果、残った商品は値上げして売る方向になった。具体案が決まるまで各キャラバンが勝手に売ることはできねえんだ。ちょっと理解できないね。そんなに大事な品物なら取り返しに行くべきじゃないの？値上げしたところで強盗にあった損失を買い手になすりつけることになるだけで。レンジャー長よ、俺たちも取り戻したい気持ちでいっぱいだぜ。噂で聞いたが、最近あの森はかなりヤバいみたいだぜ。出てこないとなりゃ、俺たちもただずっと外で待っているわけにはいかねえだろ。だから、つまり盗賊は君たちから機械のパーツを奪った後、全部で何人いた？そいつらはまさか汚染区域の影響を受けないのか？あいつらはまさにその汚染区域から出てきたんだ。何人かっていうと、ゼロ人？信じてもらえんかもしれねえが、パーツを奪ったのは巨大な機械ガニだったんだ。なんだそれ、アビディアの森にはそんな生き物がいるのか？正直なところ、あいつのことは思い出したくもねえよ。俺たちが気づかないうちにふわーっと現れて、俺たみんなあっけに取られてよ。気づいた時にはあいつはもうとっくに逃げ去っちまってた。
なるほどね。わかったよ。僕たちが代わりに品物を取り戻したら、また通常通り営業するんだよね。おお、それはもちろん。それだけじゃない。お前さんは俺たちキャラバンの VIP 客となり、今後すべてのストップ。そんなことよりも、その機械ガニについて何か手がかりはない？ああ、実は強奪された後、俺たちは人に分析と調査をしてもらった。興味があれば聞いてみたらどうだ？そうだね。じゃあまずはそうしようか。品物が奪われた後、近くのキャラバンや住民に何度も聞き込みをしました。調べてみて分かったのですが、でもあのカニは機械にしか興味がないようで、他の品物には見向きもしません。大量のモラを積んだキャラバンが通りかかったことがありますが、無事でした。とにかくあれは悪いものです。いずれは駆除する方法を見つけないと。あいつは素早くてパワーもあるから、正面から相手をしたら十数人でもかなわないかもな。機械生命の研究は教令員が何年も前に禁止してなかったか？おかげさまで給料も減って。へえ。最近は強盗事件が多いってキャラバンの奴らは言うんだが、普段はあの機械ガニを見ることないし、あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしっこくて。すぐに、だがこの間の捕獲作戦で思わぬ発見があった。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したものをすぐに運ばず、まず近くに隠しておくんだ。それである程度溜まったら一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば、早めに動いた方がいい。どうだ、収穫はあったか？奴の習性は把握したけど、制御不能になってない限り機械生命はコマンド通りに動くことがほとんどなんだ。もし僕がマスターだったら、より価値のある品物を奪うように命令する。なのに機械パ…そうか。それで品物を奪い返す算段はつきそうか？機械パーツはまだ持っているかい？ああ、あと一袋残ってる。こいつらはサンプルなんだが、いつも持ち歩いてたから無事だったんだ。おい、外的条件が変化しない限り、生物は自らの意思で習性を変えることはほとんどない。今のところ分かっているのは、相手は森の奥の汚染区域に住む機械の体を持ったやつで、機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も進まない。確かに、それよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて礼もする。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっておくね。それと打銃を一匹借りるよ。演技は完璧にやらなくっちゃ。もちろんだ。品物さえ戻ってきてくれるなら、俺自身の体だって貸してやるぞ。君は結構。機械パーツと打銃で通りすがりのキャラバンを装って、やつが現れたらすぐに捕獲だ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。小路と汚染区域の分布からして、品物はこの辺りで奪われたみたいだね。じゃあ早速やるぞ。うん、この辺で出発して打銃にパーツのサンプルを運ばせながら進もうか。
この打銃はまだ僕たちに慣れていないから。なんだか音がす…うわあ、あれが機械ガニだな。手ごわそうだね。きよ…牽引戦車風の…ふっ、全力攻撃だ。風の歌、雲の…妖豆、立つ。襲った悪党ガニめ。おい、とぼけたって無駄だぞ。機械パーツをこんなに奪って何するつもりなんだ。だね、多分質問が複雑すぎて理解できてない。機械パーツを奪った理由は知らないけど、これは君のじゃないよ。奪ったものは全部持ち主に返すから。いいね。汚染区域の奥から来たの？だったら僕たちに手を貸してよ。そこに連れて行ってくれたら報酬として機械パーツをあげる。反応したぞ。まだわからない。単純にパーツを見て興奮したっていう。そっか。ティナリはこの金に汚染区域まで連れて行ってもらいたいのか？その通り。汚染区域は決して狭くはなく、今も拡大し続けている。何の準備もなしに飛び込んだって、ハエのように飛び回った挙句、僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから、いくつか推測はあるよ。なるほど。でもあいつ、お前の言ってることを理解できるのか？理解されなくても、僕たちに対する敵意がないなら問題ない。パーツを渡したら、きっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると思うよ。なんだか…いい？この辺で待ってて。絶対に逃げないでよ。僕たちが帰ってきた時にまだここにいてくれたら、ご褒美にまた機械パーツをあげる。さあね。でもとりあえずこの機械パーツを返しに戻って薬用のバハールハーブを買ってこよう。でも帰る前に罠を仕掛けておかなくちゃ。おお、俺たちの機械パーツじゃねえか。本当に取り戻してくれたんだな。お前らありがとうな。もうどう礼をすりゃいいのか。あ、そうだ、バハールハーブが欲しかったんだろ。もらなんざいただでやるよ。どれくらい必要なんだ。2本あれば十分だよ。そんなんでいいのか。ああ、ならこうしよう。おまけにモラも少しは。その必要はないよ。僕はすでに報酬をもらったじゃない。報酬？パーツのサンプルの入った袋のことか。まあ奪われた品物に比べれば。でも僕には必要だったんだ。バハールハーブみたいにね。僕は君たちの品物を取り返して、君たちも僕が必要としているものをくれた。森の生態系は複雑で多様性があるから、機械ガニの他にもいろんな危険が潜んでいる。ああ、肝に銘じておく。お前さんたち本当にありがとうな。まずは村に帰ろうか。早くあの子に薬を飲ませた方がいい。あ、旅人とパイモンだ。こんにちは。師匠、薬を作る装置は用意できたけど、薬を引くのを手伝う？いや、今回は投与量に注意が必要だから自分でやるよ。ああ。でも薬が出来上がったら代わりにその子のところに届けてきてくれる？彼は僕がいるとなぜか少し緊張するんだ。さて、早速薬を用意するよ。あいつ具合は良くなったのか？ああ、体調もだいぶ良くなったし。やったぜ。そうだ、師匠に伝えるように頼まれてたんだ。
スナは怒っていないみたいだったから。大丈夫だよ。それより頼んでた旅道具の準備はできた？ちゃんと準備したよ。師匠は遠出するのか？ああ、汚染区域に行くつもりなんだ。僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私はまだ経験したことのないことでも、とりあえずは試してみるんだ。僕の真似をしなくていいから、自分なりの解決方法を使えばいい。そうだぞ、コレイならきっと大丈夫だ。うん、じゃあやってみる。師匠、それから旅人にパイも。僕を立ててくれるの？でもそうだね、多分問題ないと思うよ。さあもう一度あの機械狩りを調べに行こう。着いたぞ。ここで合ってるはずだけど、あれ、もしかしてこっそり逃げ出しちゃったのか？いや、罠が発動してない。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだね。じゃあこっちも約束通り機械パーツをもう一つあげる。満足してくれたみたいでよかったよ。もっと欲しければ僕たちを汚染区域の奥に連れてって。アビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ。ここがみんなの言う汚染区域なのか。確かにいつもと違うぞ。なんていうか、不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった。やっぱり思ってた通り。ティナリはなんで知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、その上で今ここを観察して推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカーなんて呼び名もある。地脈の影響を受けやすくてね、様々な明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったら、それは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまり、ここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけど、その可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。そういえば来る時に思ったんだけど、ここ前に森に行った時は鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞ。今汚染区域にはすごい量の地脈エネルギーが漏れ出ちゃってる。動物たちは敏感だから、きっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ。気候や温度、湿度、それから地脈エネルギーの強さとか、周囲の環境が急変するとバランスが崩れてしまい、もし単なる温度の変化なら人体は自分で体温調節をして適応できるけど、地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてない。じゃあどうしてオイラたちは無事なんだ？君がなんで大丈夫なのかはわからない。でも彼と僕は元素力が使えるから、それでより早く変化に適応できるんだろうね。もちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけだ。さて、調査はこんなところかな。環境無風設定完了。よし、ちゃんと動作してるみたいだ。それ何なんだ？僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収して。そんないいものがあったのかよ。じゃあ早速汚染区域全体に設置しようぜ。それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は
限られた装置じゃ解決できないよ。それに浄化装置の力にも限界がある。地脈漏出による汚染を完全に解決するには問題の根源を根こそぎにしないと。そういうこと。おい、機械ガニの様子がなんだか変だぞ。何かが近づいてくる。なるほど、地脈エネルギーが落ち着いたせいで一時的に離れてた魔物たちがまた浄化装置に近づかせないようさっさと片付けちゃおっか。片付いたぞ。おい、どこに行くんだ。待ってくれよ。早く追いかけよう。機械ガニがあっちに行ったぞ。早く追いかけようぜ。助けて。はっはっ、みんなは俺が守れ。封印厳禁。あらしよ。傷は深くないみたいだよ。動かないで。君たちは誰だ。あの機械の魔物たちは。安心しろ、オイラたちが全部やっつけてやったぞ。よかった。まだいるじゃないか。早く倒してくれ。なんて言ったらいいん。さっきはこいつがお前の叫び声に反応してオイラたちをここまで連れてきたんだ。そんなの芝居に決まってる。森の奥に何があるか知ってるか。薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。数年前教令院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかる。おい、体が震えてろれつが回らないのは汚染区域に長く居すぎたせいだ。つまりあっちの地脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。あそこには僕が用意した薬が置いてあるから、飲めばすぐに治るよ。なるほど、正しいことをしたからご褒美にパーツが欲しいのかい。全く理解できない。まあどういう意図で取った行動かはわからないけど、しょうがない。パーツをもう一つあげよう。その必要はないみたいだね。それじゃあちゃんとしまっておいて。ところで君のマスターはどうして君をそんな風にしたんだい。あとさっきあの人に凶悪な機械生命だって思われちゃったけど。全然わかってなさそうだな。今のところわかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。彼が、いや彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかはまだ。今日はもう遅いから近くにテントを張って寝ようか。明日はもっと奥を調査するからね。おい、こっちだよ。バカ、上だよ。上を見るんだ。拠点はここに決めた。うん、オイラもここでバッチリだと思うぞ。へえ、パイモンはどうしてここがいいと思ったの。ここは平らで広いから大きなテントを張れるだろ。鍋もセットできそうだし、美味しいものをたくさん作れるぜ。それも間違ってはないよ。
でも僕がここを選んだ最大の理由は、比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだ。ウリンはとても湿気が高いからね。こういう場所で夜を過ごすときはいつも、次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで、パイモンは食べ物を探してきてくれる？そういうのは得意だぞ。別にそんなに期待してないから無理しないでね。うん、野外で火起こしするときはこの植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられる。旅人、ティナリー、ウリンには変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。変な形のキノコもたくさんあって、どれが食べられるやつかおいら全く区別がつかなかった。あと地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯葉が急に動いてびっくりしたぜ。きっと枯葉蝶とかそのあたりの生き物だね。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだ。しょうがない、テントが完成したら君と…ん？もう探してきてくれたの？おい、今のはオイラにも分かったぞ。残念だけど今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったらわがままになっちゃうだろ。だからこういうちょっとしたことは覚えておいて、次の時にまとめて渡してあげる。まあそれも理由の一つ。なんだか悲しそうだぞ。でもよく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかも。僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で見張りをするから先に休んどいて。見張りが…うん、地脈の影響で避難してる動物も多いけど、完全に油断するわけにはいかないからね。ってことでよろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために、後で駆虫装置を置いておくから。じゃあゆっくり休んで。おいら本当に寝ぼこやってきたよ。でもこうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。ん？まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？危ない場所では警戒を怠っちゃいけない。あくびばっかしてるんじゃダメだよ。きついなら戻ってもう少し休んでていいよ。そう？無理しなくていいんだからね。そういえばあの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのに見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりも、まだ顔を見せてくれない何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は、誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こったか。ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。教令院が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからね。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね、彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだ。しかしどれだけモジュールを入れ替えても、機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。機械生命と自然生命の違いを探ろうと、狂信的な学者たちは際限なく動物の生態解剖を行った。皮肉にもその後、学者たちはますます衝動的になってきてる。もしかしたら数年後にはまた
その研究が解禁されるかもしれないね。うん、難しい質問だね。機械生命そのものには興味あるけど、当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすれば、どんな命だって大切なんだよ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。自分を他の生命の上に置いて、横島な思いで純粋な生命を研究して、一体何を達成できるって言うんだ。本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はあ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。それよりも、どうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃって、エネルギーも残りわずかだっていうのに。そうかい。まあいいや、見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？僕もだよ。奥へ進めば進むほど。オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために、滝、あと、昨日設置した駆虫装置も回収しておいてほしいんだ。おう！火消しはオイラに任せろ！うん。終わったらここで合流しよう。さて、そろそろ行こっか。それに、地脈の影響も大きくなってる。汚染源に到達するまでは。止まったぞ。よく見ると、ここの植物確実に何か違うね。地脈エネルギーも他の場所より強い。準備はいい？隠れてもしょうがないみたいだね。だったら早くやっつけよう。信頼感度。せい。音が聞こえる。やっ、ついてきて。エネルギーはここから漏れ出してたんだ。この装置、なんてことだ。延々と地脈を抽出し続けてる。一体誰がこんなことを。後先を考えてないの？そんな、絶対に止めないと。ここにいると地脈エネルギーを直接浴びることになる。君とパイモンは先に避難するんだ。でも、いくらディナリでも地脈の影響は避けられないんじゃないのか？オイラたちも残るぞ。わかった。なら一緒に探そう。制御ユニットが。もしかしてお前、どこに隠し扉があるか知ってるのか？出てこないってことか。でも気をつけた方がいい。お、誰かいるぞ。ここで地脈を抽出してたのはお前なのか。どうして何も言わないんだ。ビビッ。もう冷たくなってる。ひどく痩せてるし、目の下が青い。多分慢性的な栄養失調と過労で倒れたきり。あ、君を忘れるところだった。ほら、
もう最後の一個だからね。あいつ何やってるんだ。さあ、部屋の配置からしてここは研究室みたいだ。資料室に何か手がかりが残ってるはずだから探してみよう。うわ、中はこんなに広かったんだな。すごくうまく隠してあるね。いい隠れ家だ。パイプは奥に続いてる。早く行ってみよう。何か見つかったか？実験ノートがいっぱいあったけど、全部読むには時間がかかりすぎるからね。実験に使われた映像フィルムを探し出したよ。映像フィルム？うん。ソロンハは昔、実験映像を残すための装置を作ってたんだ。でも、この装置は値が張る上に、安定性にも欠けてるから、一部の研究室で使われてるだけで、一般公開はされてないんだ。じゃあ、早く見てみようぜ。ちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。カカタ、カカタ。まったく、しばらく目を離した隙にどこ行ったんだ。お前そこにいたのか。早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバッドイがここで大活躍して、強霊院にのさばる骨董品どもを感服させてやる。お前も嬉しいのか。でもカカタ、お前は俺たちがこれから何をするのか分かっ…そうだな。いいか、カカタ。俺はこれからここで大量生産可能な機械生命を作るんだ。臓器を模した機械に電流を血液のように流す。鋼でできた心臓は鼓動し、部品でいっぱいの脳は俺…遺跡からの啓示、強霊院に止められた研究、そして時が来たら、お前らは人の言葉を理解し、人と共に生活できるようになるんだ。大丈夫だ。お前にもいつかわかる。カカタって、あの機械ガニのことだよな。このアバッドイっていう学者は、強霊院に何を証明しようとしてたんだ？思い出したよ。あの頃、確かに、アバッドイって後輩がいた。後輩？それがどうかした？いよいよ、ただアバッドイはティナリより年上な気がしたんだけど。学級に年齢は関係ないんだ。僕は早くに学業を終えたから、後から入学してきた人には先輩って呼ばれるんだよ。そうだったのか。もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれては、そんなことより。なあ、また映像フィルムを見つけたぜ。日付まで書いてあるぞ。もうかなり経ってるね。珍しいな。まさかお前が操作ミスで故障するなんて。どうやらコーヒーを入れるのはまだ難しかったみたいだな。よし、ハサミのパーツに水が入っちまったせいで配線がショートし、脳からの信号を受信できなくなっていたんだ。ほっと、こんなことお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったから、動いてみて違和感を確認してみろ。次は気をつけるんだぞ。最近は資金面が厳しいからな。なんだ、嬉しそうじゃないか。カカタ、俺は昨日ある夢を見たんだ。強霊院の奴らはいつも機械の知能など統計学の延長に過ぎないって言って、ただの夢だったのが残念だ。お前のその純粋な姿を見ていると、俺と会話するどころか、俺がいつかいなくなったとしてもお前は異変に気づかないんだろうな。まあいい、まずは来月のエネルギーを何とかしないと。
アバッドイは教練員を、僕はあの時アバッドイは意気消沈して機械生命の研究を諦めたんだって思った。カカタのためにパーツも交換してあげてたし、なんだか悪いやつじゃないみたいだよな。とにかく他にも探し、シリアルナンバーを見る限りだと次の映像フィルムはここにあるんじゃないかな。乱雑な字だね。これはきっとアバッドイの心理状態が変化したからだ。もう一つ日付のない映像フィルムがあるよ。カカタが手伝って整理したって可能性はないのか。それはどうだろうね。すまんカカタ、考え事をしていた。少し前の実験で俺はお前たちに生命の本能を与えることに成功した。エネルギーが少なくなったりパーツが破損したりしたらサバイバルコマンドを実行してエネルギー補給とパーツ交換を優先するようになる。これは非常に危険なことなんだ。チミヤクを今後のエネルギー源にするため三代目チミヤク抽出装置を正式に起動した。機械生命を開発するには大量のエネルギーが必要だ。カカタ、俺はもう疲れてしまったんだ。生物の臓器を模倣したところで機械は冷たい道具に過ぎないとあいつらは言う。俺はそれが間違っていることを証明したかった。おい、俺は別に面白いことを言ったわけじゃないぞ。言語、感情、動作、お前らの機能をできる限り充実させ、何度も改良を試みてきたが、お前は中でも一番特別な存在だが、そんなお前でさえ俺の言葉を理解できない。カカタ、一度でいいから。うん、わからないよな。数日以内に失敗作の地脈抽出装置を売って実験継続のための資金を集める。これは新しい発見だ。ここからさらに2つの制御モジュールを導入して、こんな時に限って心臓が苦しく、やはり薬代をケチったのがいけなかったのか。おかしい、体に力が入らない。まずい、装置を止めないと。装置を止めるんだ。無制限にエネルギーを供給したらまずい。装置を停止させるコマンドは入れてなかった。やはり教練員の奴らが言うように。カカタ、ついにお前を真の機械生命にしてやれなかった。なるほど。アバッドイが不慮の死を遂げた時、機械の魔物は本能に駆られ、地脈からエネルギーを取り出し続けた。そうだな。どうしてカカタは他の機械の魔物みたいに暴走しなかったんだろう。それはカカタがその辺の機械の魔物とは一味違うからさ。本物の生命と同じように泣いたり笑ったりできて自分の思考を持っている。アバッドイからすればそれらが全部揃って初めて、というよりそういう機械を作らないと教練員に長年の研究を認めてもらうのは不可能だったんだ。でももし実験品としてではなく、カカタは確かに話せはしない。それってもう少しすれば君にもおのずとわかるよ。地脈抽出装置の制御ユニットを見つけ出して、多分これが制御ユニットだ。制御ユニットの電源を切れば地脈抽出装置は止まるはず。地脈を壊す外力さえなければ今はきっと
カカタの方が気になるんだろ。死というものが理解できないんだ。それでもかつて故障した時、アバッドイにパーツを交換してもらったおかげで正常に戻ったことを覚えてたんだろうね。確かにカカタに思考能力はないし、わからないことも多い。だから機械パーツを奪ってたのか。でもあいつがどんなに頑張ってももう修理することはできないんだよな。でも大事なのは、カカタにアバッドイを直したいという考えが生まれたことだ。どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは凶霊院を揺るがすことができる研究だよ。おいカカタ、聞いたか？お前ティナリに褒められたんだぞ。きっともう限界なんだ。もうずっとエネルギーを補充してないし、むしろ今まで持ったのが奇跡だよ。僕は地脈抽出装置がちゃんと止まったかどうか確認してくる。彼らを二人っきりにしてあげよう。地脈抽出装置は止まったよ。空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど、洞窟の源は立てたから、あとは手遅れになる前に地脈の影響を受けた人を治療しないと。告知板に汚染区域の危険性を書いて、患者がコレイのところに向かってくれるようにしよう。凶霊院のルールでは機械生命に関する研究資料は全て破棄され。そんな。君たちは先に戻ってて、残りは僕が処理しておくから。地脈漏出の源は塞いだけど、空気中の地脈エネルギーはまだ普通より高い。君はともかく、旅人はあまり休めてないだろ。ここの研究資料は数が多いから梱包に時間がかかる。仕事は片付いたって冒険者協会にそう伝えてくれる？あ、そうそう、アバッドイに関しては他言無用ね。わかった。じゃあオイラたちはキャサリンのところに戻るぜ。つまり実は汚染の原因は。そうでしたか。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら住民へのお知らせを張り出しましょう。こちらがお約束していた報酬です。カカタは凶霊院行きになっちゃうのか。すでに故障はしてたけど解体されるって考えると、だったら明日ティナリにお願いしてみないか。本当はすぐに行きたいけど、ティナリは明日話そうって言ってたし。じゃあ決まりだ。ティナリー、し静かに。フジモドキ、人腸下科、人腸下族両組の実験データによって、魚に対して
特に毒性があること。ココタ、静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。お前、ココタを解体しなかったのか？解体してどうするの？だってお前、教練員のルールだって言ったじゃない。なるほど。こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのは、僕が言いたかったのは、教練員のルールでは研究成果は全て破棄することになっているから、とりあえずカカタを修理してたんだよ。昔教練員にいた時、ソロン派の授業を履修したことがあるんだ。それからカカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。僕は教練員の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも今はアビディアの森のレンジャー長として森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。よかったぜ。でもティナリは今命って言ったよな。あくまでも可能性の話だよ。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。もしかしたらカカタは単純にコマンドから生じた不具合のせいで、ああ、だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。でもまあ実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。少なくとも実験記録くらいはこなしてくれそうだしね。君はどう思う？